ルパンはフランスペイドラ・ロアール地域圏、ロアールアトランティック圏のコミューン。コミューンの歴史はアンジュと歴史的なブルターニュとの間に分かれている。中世に森を開墾して修道士たちが村を作ったため、初期からルパンは農村であった。今も農業が優勢である。コミューンは19世紀後半から20世紀後半にかけてゆっくりと人口減少が進んだ。 21世紀初頭には人口増加があった。県内におけるルパンの位ルパンはシャトーブリアンの南東2 0トルに位置する。アンジェンの北西4 7トル南東の北東5 1トルレンヌの南東7 0トルのところにある。コミューンの地形は緩やかな丘陵である。村は丘の上にある。村の北側をドン川が流れ、 東から西へ向かいビレーヌ川に注ぐ。南側ではマンディ川が西から東へ流れエルドル川に注ぐ。ブール池は村の1キロメートル先にある。ルパンの名はおそらく中世に最初に開墾した場所にあった目立つ新葉樹か古代の松林から来ている。地元で話されるオイル語の一種がロゴではレペーンである。 農村地帯切り出された石器が、マンディガ近く、ルパンのロシュマントリュ集落で発見されている。そのうちの一つは、紀元前7000年から紀元前2000年前の斧である。ロシュマントリュ集落では、メンヒルも見つかっている。伝説によると、西フランク王シャルル2世に勝ったブルターニュ支配者、ノミノエは、シャン・ブルトンと呼ばれる場所を通過することになった。 この出来事の日付は、ルパンがブルターニュの一部となった頃を特定するものだと言われているが、一部の人々は反対している。中世、アンジュの開墾を行う修道士たちは、特徴のある針葉樹のそばに定住した。その場所はサンランベール・デューパンといった。11世紀、ルパンとロシュマントリュは、ロシュアンのオール量の重要な地だった。 ルパン教区は1149年に初めて引用されている。1245年にロシュマントリにあった小修道院はアンジェノ・トゥサン修道院に依存していた。小修道院は男爵であり法と正義を行う法権領主であった。1793年、ロシュマントリはコミューンとなった。1801年、ロシュマントリはルパンと合併した。 ルパンは1831年に王令によって軍庁所在地となった。ルパンは19世紀後半から過疎化の流行を受けた農業の町である。21世紀初頭にはわずかな人口増加を経験している。1999年に INSEE が作成した順位表によれば、ルパンは都市化されていない農村型コミューンである。参照元。 1999年まで、イヘス、カシニー、2004年以降は ANSEE。ありがとうございます。